ベイ・リオッタはアメリカ合衆国ニュージャージー州ニューアーク出身の俳優である。生後6ヶ月で養子に出され、養父母の下で育った。リオッタは自身をスコットランド及びイタリア系だと考えていたが、後に実母と再会した際、イタリア系ではなく純粋なスコットランド系だったことが判明した。ニュージャージーの高校を1973年に卒業し、 マイアミ大学で学んだ後、舞台、テレビ出演を経て1986年に映画デビューした。出世作となったマーティンスコセッシ監督作品、グッドフェローズで演じた元マフィアの実在人物、ヘンリー・ヒル役が最もよく知られる。最古の悪役など、個性的な役柄を得意としており、サスペンス映画の出演が多い。ハンニバルではクラリスをいびったために、 大変な目に遭う上司を演じた。またビデオゲーム、グランドセフトオートバイス式では、主人公、トミー・ベルセッティの声優を務めた。1997年に、テレビ映画で共演した女優、ミシェル・グレースと結婚し、翌年娘が生まれたが、2004年に離婚している。2007年には飲酒運転の末に事故を起こし、逮捕された。ありがとうございます。